Hey guys, it's Aiko. I'm an American English pronunciation coach and business coach based in Hawaii. So I have a guest again. So Yumi-san, いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。なんか変な日本語になっちゃった。いらっしゃいませ。Welcome to my show. Thank you. Thank you for having me. Okay. では前回に引き続き Yumi-san にもうちょっと質問がありましたので、もう一本ですね、動画を撮りたいと思います。で今回の質問は前回の動画は日本にいながらどうやってこのユミさんの英語力をキープ維持してでもっとこう英語をたくさん話すようにしてるかっていうのを、シェアしてもらったんですけれども今回は英語の発音の練習をどうやってしてるかっていうのを、聞きたいなというふうに思います。ですね何か、まあ、ネットの題材を使って何でもいいんですけどそれのねオーバーラッピングの練習をします。で最初はまあ自分で何度も何度も聞いて同じように言うように練習してで、まあ、何十回かやるとだんだん慣れてくるんで、でそれでオーバーラッピングしてみてでオーバーラッピングがうまくピタッといくようになったら今度は自分の声だけを録音してでそれを聞くんですよ。後でね聞いてみるんですよね。そうするとなんかここちょっといけてないっていうところが何箇所かやっぱあるのでここはなんとなく英語っぽい感じだけどここはなんか日本語っぽい日本人アクセントがあるなっていうところをチェックしてそこをもう一回やり直して自分が気の済むまで、っていうような感じで練習してますね。すごい。で今ちょっとユミさんの話を聞いてて自分で録音されて自分で聞いているというふうにおっしゃったんですけどこれやっぱ自分でユミさん発音コーチだから自分の声を聞いて、こう自分で発音矯正しているという感じだと思うんですけれども、その時に今日本語っぽいところ日本語っぽいような音になっている時と、あとはこれは OK みたいなそういう感じって、どういうふうに聞き分けてるんですか？なんかやっぱ日本語って音が硬いんですよ。でその英語がねなんかやっぱり英語らしい音の時っていうのはなんか音が滑らかにこうスーッとゆったり滑らかまろやかな感じなんですけど日本語ってやっぱりなんかカクカクキンキンしてる感じがあるんですよね。でカクカクっていうかなんかこうキンキンっていうかなんかそういう硬いところっていうのはやっぱり日本人アクセントっぽいと思うんで大体なんかこうちょっと緊張してたりとか力むことでなんか多分声帯がキュッて締まってでなんかそのせいで音に深みっていうかまろやかさがなくなるんですよね。で音が浅く硬くキンキンキンってするのがやっぱ日本人のなんか音というかあとやっぱ母音が強い感じになると日本語っぽくなるので、母音が強く固くキンキンし始めるとああなんかやっぱ日本人アクセントだなと思ってそこがなんか耳につくんですよね。じゃあこれユミさんはその英語発音を教えてらっしゃるから本当、プロで、その音を聞いて分かると思うんですけどもこれってこの音が今硬くてすごくこうキンキンしているっていうのは英語を練習している人にとってはどういう感じで聞き取ったらいいと思いますか？やっぱりなんかちょっと声のトーンが上ずるというか上がったりとか、でこう英語ってやっぱもっとなんかダランとした感じの発声なのでこのダランとした感じがなくなると途端にやっぱり日本語っぽくなるんですよ。わかる。なんかシャキシャキ、なんていうのかな。ハキハキ。ハキハキ。そうシャキシャキじゃないね。いやいいすごい可愛い表現。ハキハキ。なんかハキハキした感じっていうのかしらね。なんかそうなると日本語っぽくなりますよね。英語ってやっぱりもっと。っていう感じちょっと抜けてる感じの音なんでそれがないとすごく日本人っぽい感じになってるなっていう。でもすごいわかる。英語ってハキハキと発音するとなんか怖い
こう怖い印象になりますよね、うん、なんか迫ってくるみたいな、うんうん、ね、なんか英語でハキハキってやっぱりなんかちょっとなんとなくこうアグレッシブな感じになるので、うん、抜かなきゃいけない力をね、で抜いてこう滑らかに出すっていうのと、あとやっぱ母音ですね。母音がなんかやっぱ日本語って母音の言語だから、その母音が妙に日本語っぽくなっちゃうとき、気を抜くとね、うん、気が抜いてるときって、その英語の母音ってほらやっぱりシュワーが多いじゃないですか。そのシュワーのところを妙にハキハキとね発音すると日本語っぽくなります。わーすごいわかる、うん、あの、うん、じゃあそのハキハキとしてしまった部分をそうハキハキさせないようにもう一回やり直すんですよ。そう、その時のなんかコツとかありますか？特にその今おっしゃったシュワーの音ってなんか日本人にとってちょっと捉えづらいじゃないですか、うんうん、だからハキハキとした音からシュワーの音に行くそのなんか効果的な方法とかありますか？やっぱりダラーンとしてってやると、これがもうシュワーなんで、なんかもうこうダラーンとして、あのこう筋肉を弛緩させて声を出す、うんうん、そうすると、あのああいうハキハキしたキンキンした感じの母音じゃなくなるので、うん、なんかやっぱりこう強いんですよね日本人の母音って。で子音が弱いんですよ。子音が弱くて母音が強いんですよね、やっぱり日本人が発音すると。なので子音もちょっと強く発音しなきゃいけないところが弱すぎたりとか、そのくせ母音だけやたら強いっていうになりやすいんですよね。でそうなってると、あーっと思ってもう一回練習してっていう、うん、今ちょっとこの私画面を見ながらあのユミさんの話を聞いてたんですけど、さっき手話の音にするときにはーってこうダランってするときに、なんかこうちょっとこう動きましたよね、うんうん、そう、でまた日本語話し始めたときになんかこうそうまさにそうまさにそうで、やっぱこれも本当に文化的なところもあると思うけど、やっぱり英語ってなんかダランとした文化で、で日本人から見るとなんとなくだらしなく見えるのよね、うん、で日本語ってやっぱこうキュッっていうはいはいみたいなハキ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 してますみたいな、こんなこう背筋を伸ばしなさいみたいな感じなので、なのでなんかそういうところも全部音に現れるというか、うん、硬くてこうあのキンキンした感じの音にならないようにって思ってるけれども、やっぱり日本人なのでどうしても自分でやってて後で聞いてみると、あいやここがって気になるところはいくらでもあるんで、そこまたしつこくやり直す。あーすごい、うん、その今しつこくっていう表現あるじゃないですか、やっぱここですよね。あのやっぱり伸びる人が伸びていく理由っていうのはずっとここ頑張ろうっていうことでずっとこうできるようになるまで、うん、こうしつこくこう練習する、なんかそういう感じですよね、うん、そうですね、うんうん、あとやっぱりそのどうしても日本に住んでて日本語を話してると日本語の影響が避けられない、あの日本語ってカタカナが多いので、うん、でカタカナ英語になりやすいんですよ。無意識のうちにカタカナがやっぱり支配してるんで、パッて一瞬瞬間こう言った時に、あそれ日本語じゃないかなみたいな発音に自分でなってしまうことってありますね。あ、うん、じゃあカタカナすごいあの普段から気をつけて使わないようにしてます。お、使わないようにしてるんですか？もう使わざるを得ないものは使いますよ、うん、コーヒーとかないから日本語が、うん、その黒い液体の熱いなんか苦い飲み物をくださいとかそんなこと言ってられないので、コーヒーとかね、もうテレビとかパソコンとか日本語がないものはしょうがない、でもそれ以外のもので日本語があるのにもうカタカナで使ってるものってあるじゃないですか、いっぱい。それなるだけ使わないよ。ライトとか言わずに照明とか、あ、うん、照明を使うとか、うんうん、なの で、 でスマホとかもね、私いつもね携帯って言ってます。スマホとか、あ、そうなんですね、携帯電話っていうふうに言うようにしたりとか、うん、なんかそういうちょっとしたところでもなるだけカタカナ使わないようにすることで脳があのカタカナに引きずられにくくなります。
なるほど、うん、あの私あの逆に今こうやって日本語話してても、あのカタカナ英語は英語っぽく発音しないと発音できないくなっちゃったんですね、うんうん、もうね長年やっぱりねアメリカに住んでるとそうだと思います。あ、うん、例えばマクドナルド、うん、でマクドナルドはその英語を習う前にもう身についた単語だから、うん、マクドナルドって発音しててもなんか違和感はないんですけど、うんうん、でもあのもうカタカナ発音だともう違和感ばっかりになってしまって、うんうん、日本語を話してる時にパッと英語っぽい発音が急に入ってくる、うん、急に入ってくるそう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 、うんそ う, ですね、あそういう感じで、うん、でも私も多分それをしなそれをすることによってカタカナ発音の影響を避けようとしてるのかもしれないなって、うん、今由美さんの話を聞きながら思いました。特になんか、うん、あのイントネーションというのかな、ストレスの位置を、ま、あの違えてしまうと本当に英語って通じないので、なんか変なんかストレスの位置が変わるんですよね、日本語になるとカタカナになった時点で、うん、例えばコロナはコロナになっちゃうから日本語だと、英語だとコロナじゃないですか、うん、なのでコロナコロナっていうようにするとかね、あ、うん、そうすると英語でもコロナで日本語でもコロナって言ってればそんなに大きな差がない。でも日本語でコロナって言ってると英語を言おうとした時に一瞬迷うんですよ、あれってどうだっけみたいな、うん、なのでなるだけもうカタカナは使わない、使うときはなるだけ英語のアクセントの位置を意識して同じアクセントになるように話すとか、あ、うん、なんかアクセサリーじゃなくて私アクセサリーって言うんですよね、でそのゆみちゃんのなんか日本語変だってひなまってるって言われるんだけど、まあ、別にそれでも日本語でアクセサリーって言っても通じるので、うん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 、なんか別に気にせずにあのやっぱり英語はアクセサリーで性のところに向かっていくので、うん、なので日本語はアクセサリーってアにストレスで下がっていくので、なのでこんだけ違うと混同するのでも統一です、英語 の, あのストレスアクセントに統一してます私は。あーすごい、やっぱ徹底してますね、うんうん、そうしないと迷うので、うん、一瞬あれってなるので、うん、うん、だからバスケットとか言わない、バスケットって言いますバスケットって私いつもあの、うん、バケットと、うん、あ バケットはバケツだ、日本語はバケツ、うん、バスケッ ト,、うん、ケツもうねもう分かんなくなってくる、そこから考えると、うん、あの英語が出てこなくなるから、うん、もう日本語のカタカナを使わないようにしてます、うん、なるべく、うん、なんかそういう細かいとこですけど、そういうのを意識するとか、なるだけやっぱりあのずっと日本に住んでて日本語の影響がやっぱり一番強いので、その中で英語をこうやっていくっていう、しかも私も教える立場なので、あの日本に引きずられないようにっていうね、なんかそれでなるだけカタカナ使わない、で使わざるを得ない時はなるだけ英語のアクセントに合わせた発音をするっていう、うん、すごい。いやもう徹底してますよね、うん、その英語をいかにスムーズにこう話すかっていうのがまずはベースになっていて、で日本で生活しているっていう感じですよね、うん、そうですね、うんうん、わーすごい、ありがとうございました。いいいい多分あの私のクライアントさん日本に住んでる方も結構いらっしゃって、でカタカナの影響がっていつも言うんですよね、うんうん、だからどういう風にしたら、ね、影響されないかなっていう風に思ったんですけど、この今由美さんからあの由美さんが実際にやってることっていうのをこれから、うん、あのクライアントさんとシェアしていこうかなと思います。そうぜひぜひあの、うん、なかなかね企業に勤めてると企業内のそういうカタカナ語とかもいっぱいあって大変だと思うんですよね、うん、なのでそこをねこう頑張っていかに乗り切るかっていうねあのカタカナ言いながら頭の中ではちょっと英語で英語っぽい感じでイメージしてるとかいうこともありますか。うーん、カタカナを使うとき一瞬ねだから迷うんですよ、うん、あのいやいやいやとかあの声に出す前になるだけ日本語ないかなって探すってことがあります。だからそのテレビとかコーヒーとかそういうレベルのものじゃなくて、うん、最近のカタカナですよね、特に IT とかビジネス関係ってカタカナが多いんですよ、うんうん、なのでそういうのはもうパッてなんか一瞬出そうになった時に、うん、いやいや他で日本語で言い回しがないかなとかって脳の中で探したりします。あーなるほど、うん、じゃあちょっとこう一瞬考えてから言葉にするっていう、うん、そう一瞬考えてから言葉にしたりとか、うん、
すごくいい脳のトレーニングになりますね。そうですね、だから脳トレですね、うん、結構脳トレになります、うんうん、いいですね。じゃあ、うん、ぜひあの見てる方ぜひ参考にしてみてくださいね。カタカナの影響がで言い訳しないようにちゃんとやってる方はやってますからね。本当にあすごい素晴らしいです、由美さん、ありがとうございます。とんでもないです。じゃあもしこの、動画を見てる方で由美さんからレッスン取りたいなというふうに思った方、ぜひ由美さんのコースを教えていただけますか。はい、ですね、9月の26日から、リスニングブートキャンプマスターコースというのが第2期が始まります。第1期はね、去年実はやってるんですけれども、約1年ぶりです。で10名限定の、まあ、中級から中級上ぐらいの方のレベルの方が対象のコースです。ネイティブと1対1で話している分にはまあまあそれなりになんとかなるんだけれども、まあ、ネイティブが複数でバーって雑談始めるともう全然わかんないとか、映画とかドラマとか字幕がないとちょっと全然ついていけないとか、そういうような方がまあその中級の壁を越えて普通のネイティブの会話が聞き取れるようになるためのコースです。10週間の、ね、インテンシブコースになっておりますので、10名限定ですので、興味のある方はぜひお申し込みいただければと思います。ありがとうございます。でもしこれこの動画をちょっとこう見るのが遅くなってしまったっていう方でもまた次回行う時に、そうですね、次の第3期に参加したいという方は、うん、ウェイトリストに登録できるようになってますので、はい、下に、ね、リンク貼っていただくので、はい、そこから、はい、お申し込みいただければと思います。はい、貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいね。でこの動画を撮る前に由美さんの、チャンネル用の動画も撮りましたので、ぜひ、違う、そうですよね、由美さん、待って、また分かんなくなっちゃった私の方のチャンネルでも愛子さんとの対談がありますので、はい、なのでぜひ、Thank you。ぜひそちらの方もまたね、概要欄に、ね、リンク貼ってますので、はい、チェックしてみてください。由美さんのチャンネルの動画も見てください。はい、では由美さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。Thank you。Thank you。Alright, so have a nice day。Bye。なんか斜めってる感じ。いいよ。あ、日本に住みながら発音の練習、うん、の仕方、うん、でその自分で録音してその自分の声を聞くっていう、うん、でその聞くときにさっきのどうやって日本語っぽい音、うん、日本語っぽい音だったらもう一回やり直し、でもその日本語っぽい音がどうやってわかるのか。うん、っていう感じで、なんかもうレッスンをスタートした。あ、ほんとだ、ストップ、あれ止まってない、あ、ここでなんか、あ、ここだ、え、うん、そうだね